Thank you.
MC 挟みます。どうでした、最初から楽しんでもらえてますか。なんかこう申し訳なさの拍手がします。ね、さっきもね踊ってくれなんかね、何の話したんだっけな、ね、なんだっけ、ああそう、踊りでね、踊りちゃんとやった、やった、このポーズ分かる人います。ああ諏訪さん、諏訪さんですよね。何ですか、何のポーズですか。その通りですよね、やっぱ呪術廻戦ですよね、今のねホットなものといえば。知ってるよって人、あれ、あ待って、呪術廻戦知ってる、知ってる人、ああいるじゃん、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 あよかったよかった、怪しい、え、うちらはね昨日ねバンド練習してた時に、バンド練習してた時にね呪術廻戦の話ですよね。そう、みんなは誰好きなの。藤黒さん好きな人いる？おあ、ちょっとなんかギリギリ見えないんだよね。こうぬぬえとかねあるよね。あとは誰だろう？私だったらあのひたどりくんが好きなんですけれども。そう。誰手挙げて？ケンシン君誰が好き？ななみ好き。ねえ、そうだよね。それぞれに推しがいるということで。たつきくんは？たつきくん呪術廻戦知ってる？おお、わってことはこれもしかしてあの世に言う呪言師というやつなんじゃないかな。やばいぞ、やばいぞ、やるか。次の曲いっちゃうか、もう行くか。そう、もう本当はねなんかいろいろ仕込んでたんですけども、もうちょっと心、そう朝だから元気ないから次の曲やってポンコツになってください。私もポンコツです。はい、そう、面白い話はまた本人たちから聞いてください。もうこれ以上 MC 伸ばすあ、はい、はい、申します。私本当はもっと MC 上手かったんですよ、入学当初。ね、結構ね、家で一人でこう立ちながら今日何言おうかなって練習するくらい真面目だったのに、今回はそんなことできませんでした。OK？ よいしょ。ハッピーポンコツっていう曲知ってる、知ってます。あ、やった。そう、もう今日ポンコツすぎるんで曲演奏も多分歌詞も全部ポンコツで8割できればまあいいでしょうっていう、ぜひ卒業して嫌なことこの先いっぱいあると思うんですけど、まあちょっとできてれば、まあ8割くらいできてれば全然いいんで、そういうなんか希望の曲にしてほしいなって思います。はい、どうもありがとうございました。キュウソでした。